ERP5 は Python で書かれた Web アプリケーション型の ERP でオープンソースライセンスで配布されている。ERP5 は現実のビジネスを実際の通りにコンピュータで表現するためのユニファイドビジネスモデルと呼ばれる設計思想のもとで実装されているドキュメント思考の ERP である。ERP5 の開発はソフトウェア企業歴史理を中心に行われている。 バージョン番号を使ったリリースは境外化しているのでユニットテストの結果からエラーの少ない番を見つけることができる。ERP5 を動かすために必要なソフトウェアはすべてオープンソースライセンスの下で入手できる。ユニファイドビジネスモデルは ERP5 の下になっている設計思想である。ユニファイドビジネスモデルには現実のビジネスを抽象化するための5つの要素があり、これが ERP5 の5の由来である。ERP5 でシステムを構築する場合には、そのシステムに登場するものが、ユニファイドビジネスモデルのどの要素に当てはまるかを考える必要がある。その5つの要素とは、以下のものである。ユニファイドビジネスモデルは、事実を実際にある通りに抽象化するので、ユニファイドビジネスモデルに基づいたシステムは、事実に基づいたシステムとなる。そのため、 例えばシステムの都合で実際には一つの製品を二つの異なる製品としてデータベースに登録するようなことはユニファイドビジネスモデルに反している ERP5 は以下の ZOTOV と m a r i a d v の両方を同時に使う Python 用のオブジェクトデータベースであるユーザーが入力したすべてのデータは ERP5 のユニファイドビジネスモデルで表されるデータとなり Python のクラスのインスタンスとして ゾート部に直接保存される。オブジェクトデータベースにはテーブルという概念はないのでデータのクラス定義を変更してもデータベース上でそのための定義変更操作は必要ない。利用可能なゾート部のストレージとしてファイルシステム上の一つのファイルにすべてを保存するゾート部標準のファイルストレッチと ERP ご用に開発されたネットワーク分散ストレージネオがある。 ゾートと部には検索機能と集計機能がない。これを補うためにオープンソースの関係データベース管理システムであるマリアドブを使っている。ゾートと部に保存された情報は直ちに自動的に検索や集計に必要な部分だけ抽出されてマリアドブに保存される。ゾートと部に保存されたデータをマリアドブで検索するときに必要になるクエリは ERP 後の検索機能が 自動的に生成するため ERP5 開発者は最適化を行いたい場合を除いて SQL 文を書く必要はない。ユーザーが入力したすべてのデータは ZOT 部に保存されるので ZOT 部は必ずバックアップする必要がある。マリアード部のデータは失われても ZOT 部から復元できる。ERP5 は z o p ー n の方向性を受け継いだする。 ザ・ウェブ・デベロップメントプラットフォームである。ゾペニのウェブブラウザ越しの開発機能に ERP5 の独自機能が加えられている。ERP5 を使って ERP を作る開発者は ERP5 にウェブブラウザでアクセスし、そこで ERP5 自身を開発できる。ERP5 開発者はウェブブラウザ越しで入力フォームの作成、Python クラスの定義、 既存クラスへのコーディングなしのメンバー変数追加、ユニットテストの開発と実行、Git に変更をコミットすることなど、あらゆる開発を行うことができる。加えて、この動的な開発の結果は ERP5 を動かしているクラスタの全ロードに直ちに自動的に反映される。ERP5 はデータを分類するためのカテゴリー機能を持っている。 一つのデータに対して異なる文脈ごとに異なる分類ができるようになっている。例えば、ある会社がある取引において、代金の支払い者であると分類し、次にある売買契約においてはこの会社が品物の出荷元であると分類する。このように分類すると、ERP5 の検索機能を使ってこの会社が支払い者になっている取引を見つけたり、 この会社が商品の出荷元になっている売買契約を見つけることができる。このように ERP5 はカテゴリー機能を使って一つの組織や人、物が異なる複数の側面を同時に持っているという状況をコンピュータ上に表現している。現実で単一の存在はコンピュータ上でも単一の存在として表現できる。この機能によって ERP5 は ERP に求められる複数の活動を単一のシステムで統合することができるようになっている。ERP5 は最初の入力と与えられたルールに基づいて次に生じると想定されるデータを予測し、またあらかじめ与えられた例外時の処理方法に基づいて例外を処理するシミュレーションシステムを構築するための機能を持っている。シミュレーションを使って予測したデータを実際に データベース上に作成することができ、もし結果として事実が予測と合致しない場合には事実をデータに反映し、その更新されたデータに基づいてその時点から先のデータを再度予測することができる。さらに事実が予測に反した場合に、それが予測に反したことであったことを記録に残すことができる。シミュレーションは、例えば製造業の会社が受注してから行う部材の 調達、製造、出荷、請求、支払いなどの一連の処理を定型化するのに使うことができる。ERP5 はゾペに由来のワークフローシステムを持っている。どんなデータも一つまたは複数のワークフローで管理できる。ワークフローの状態を使ってそのデータの正当性を示すことになっているため、データの入力値チェックはユーザーの入力時ではなく、 ワークフローの状態を内容が正当であることを示す状態に遷移させるときに行う。ERP5 はユニファイドビジネスモデルとカテゴリーで表現された複数の事実に基づいた動的に変化するセキュリティを構築できる機能を持っている。ERP5 はユーザーインターフェースとユーザー入力データの両方において多言語化対応している。同じ一つのユーザーインターフェースを言語を切り替えて 表示することができ、一つのコンテンツを複数の言語で書くことができる。例えば、組織データの組織名を日本語と英語と中国語のみこと語で書くことができる。さらにこのように多言語化されたデータをどの言語でも検索できる。ERP を多言語化させる作業は Web ブ,ブラウザ越しに行える。販売価格や割引率、請求書のまとめ方など様々な機能が ユーザーが入力したデータに従って動作するためユーザーが入力したデータがある実運用環境の動作をテストするためには実運用環境のデータがすべて必要になる。そのため ERP5 はライブテスト機能を持っている。ライブテストは実運用環境上でユニットテストやファンクショナルテストを実行する機能である。ライブテストを使うと実運用環境が 想定通りの動作を行うことを確認することができる。ありがとうございます。